防府市の精鋭高校では、一般入試の一次試験を明日に控え、教職員が会場の掃除や消毒、席表の掲示などの準備を進めていました。会場ごとに消毒液を設置し、試験の合間には換気する、体温が 37.5 度以上ある場合は、別の日に受験するよう勧めるなど、入念な感染対策が取られています。以前は生徒が手伝っていましたが、感染対策のため、教職員だけで準備から当日の対応までを行わなくてはなりません。今年から面接時の呼び出しは、モニターを使って離れた場所から行うなどの効率化を図るということです。密を避けるために校外にも受験会場を設置し、体調が悪い生徒のために別室を設けるなどの措置も欠かせないといいます。可能なら別室で受けさせてほしい。はい、大丈夫です。これ対応できるでしょ。対応できます。でも OK って言いますよ。はい、はい、大丈夫です。はい、別室受験で受け付けますので。体調が悪い生徒を別室で受験させてほしいという連絡にも対応していました。受付は受験生ごとではなく、学校ごとに引率の教員が行い、当日体調が悪くなった受験生のために養護教諭を待機させています。高校の受験というのは、おそらく人生で初めての選択をしなければならない出来事だと思うんですね。その大変重要な出来事である入試がですね、予定通り無事に行えるように、そして持っておられる実力がですね、十分に発揮できるように、そういった形で受験会場を用意してあげなければいけないなと。人生初めての受験で力を出し切れるように、学校では万全の体制で受験生を迎えます。